私の名前はフランチェスカ・ディッシェンザスイスで生まれイタリアのペルージャで育った高校を卒業した後いろんな国の人と出会い遠い日本という国に興味を持ったその思いは大学時代や日本への留学の経験でますます強くなったあれから時がたち私は今 その日日本でとてても刺激的な毎日を過ごしている。私が住んでいる町は日本の西の端九州地方の長崎県にある南島原という町だ。自然が豊かな町で遠くまで広がる青い海とさまざまな恵みをもたらす山々に囲まれたとても美しい町だ。 私はこの景色と街の雰囲気がとても気に入っている。 遠い海の向こうの人へ私が大好きな町をゆっくり紹介していこう標高1 4 8 3ルの活火山雲仙普賢岳がそびえる島原半島の南側にあるのが私が住む南島原市2009年8月に その島原半島がユネスコ世界ジオパークに認定されたジオパークとは世界ジオパークネットワークが地球の歴史を学ぶことができる野外博物館として認定したもの島原半島は日本で初めてその認定を受けたところでもある町のあちこちに 貴重な地質遺産があり自然の営みや地球の偉大さを身近に感じることができるそんな南島原には自然の美しさを感じることのできる景色があふれているゆったりと広がる海のきらめきそしてのどかな田園風景や美しい川のせせらぎ 「その風景の前に立つと思わず時間がたつのを忘れてしまう」「私はいつもこの大きくて美しい自然に抱きしめられている」「この町の風景はそんな優しさにあふれている」 私が住む南島原にはとってもあったかい人がたくさんいる南島原弁と言われるこの地方独特の言葉も優しく耳に響くそんな南島原の人たちが大切に守ってきているお祭りや伝統文化もこの町を語る上で欠かせないものの一つだ南島原では四季を通じて 色々なお祭りが行われる。日本の古い町並みが残る場所を巡りながら日本酒や味噌を味わったりコンサートを楽しんだりするイベントが行われる夏になると暑さを吹き飛ばすように青く美しい海でさまざまなイベントが行われる夜になると真っ暗な夜空に花火が大輪の花を咲かせ その美しさにみんなが歓声を上げる。夏の風物詩の中でとっても神秘的に感じるのが「小楼流し」といわれる伝統行事日本伝統の「ちょと呼ばれるものに火を灯し家族みんなでご先祖様を大切にお迎えする。別れの時は、 大きな船にたくさんのちょうちんを飾り来年またここに帰ってきてくれるようお祈りしながら海に船を流す淡い光の中大切な人のことをお静かに思う姿がとっても日本人らしいと思うそして秋には自然の恵みに感謝する収穫祭が町のあちこちで行われ たくさんのおいしいものを味わうことができる冬になると南島原に古くから伝わるキリシタン文化にまつわるイベントが盛大に行われる大きなツリーとイルミネーションが幻想的に輝く街の中をキリシタン時代のヨーロッパ文化を再現した町の人たちが練り歩く姿は 日本にいることを忘れてしまいそうだこの時ばかりは外国から来た私たちもいつも以上に気合が入ってしまう人と人とのつながりを大切にし全てのものに感謝する気持ちが深いからこそこのような素晴らしい伝統文化がこれからもずっと続いていくのだと思う。 南島原は古くから西洋文化の窓口としてキリスト教の文化や学問などを受け入れ日本の歴史にも大きく関わってきた場所およそ400年前その当時は仏教を信仰する人が多かったこの地にキリスト教が伝わり多くの人がその教えを信仰するようになった。 当時日野鋭城と呼ばれていたお城の周りでは西洋文化が花開きさまざまな技術や学問がこの土地に広がっていった今でもその当時の繁栄を思わせる遺産が数多く出土しているしかし西洋の町として繁栄したのも束の間 大きな歴史の流れによって、キリスト教を信仰する人への激しい弾圧が行われた。当時、15歳か16歳だったと言われる天草四郎という少年を中心に地元の人たちが立ち上がり、激しい戦いが行われたと言われている。 その歴史の舞台となり今でも私たちに当時の要素を伝えてくれる貴重な遺産が南島原には数多く残されているこの歴史的な遺産を守り語り継いでいくのが町の人たちの大切な役目になっている南島原から世界に向けてこの地に刻まれた壮大な歴史をここから発信し続けていきたい 南島原にはおいしいものがたくさんある中でも私が大好きなものがこの果物だ海と山に囲まれた南島原にはさまざまな特産品がある中でも400年以上前から作り続けられているのがそうめんと呼ばれる麺料理。 厳選された良質の小麦粉と地元のおいしい水を使って練り上げた麺を丁寧な手作業で細長く伸ばしたもので日本のソウルフードともいえるもの夏になるとこのそうめんを冷たい水に浸し流れてくる麺をすくいながら食べるそうめんながしという食べ方で楽しむ人が多い。 南島原にはこのそうめんなしを食べられるお店もあってたくさんの人が涼しさを求めて訪れている私もお気に入りの場所の一つだそして海に面したこの土地ではさまざまな海の幸を味わうことができる漁師さんが1匹ずつ丁寧に釣り上げた魚は身が引き締まり甘みと歯ごたえが最高。 そしてこの見た目は怖そうな真っ赤な魚。地元では荒カブと呼ばれていてどんな料理にしてもおいしく食べられる。私は日本の調味料醤油で煮たものがお気に入りだ。もちろん山や畑でも南島原自慢のアがたくさん収穫されている。甘くてジューシな果物 大地の恵みをいっぱいに吸い込んだ栄養豊富な野菜などここで採れたものはすべて私たちに大きな力を与えてくれる一口食べたらきっと誰もが自慢の味の虜になってしまうに違いない。 南島原には楽しいアクティビティがたくさんある中でも感動するのが目の前で泳ぐイルカを見ることができるイルカウォッチング南島原の周辺にはおよそ300頭の野生のイルカが生息していて手が届きそうなくらいすぐ近くまで寄ってきてくれるなんとイルカに出会える確率は99% 南島原に来たらぜひ体験してほしいスポットだそしてやはり外せないのが南島原のきれいな海を満喫する海水浴町のあちこちに素晴らしいビーチがあるので自分だけのお気に入りの場所を見つけるのもおすすめさらにその美しいビーチでは真っ赤な夕日が沈む風景を見ることもできる。 ゆぐれのそらをあかくそめすいへんせんのかなたにゆっくりとたいようがきえていくこうけいにきっとおおきなかんどをおぼえるだろううみだけでなくやまにもすばらしいところがあるまぶしいみどりのあいだをきよらかなみずがながれおちるたきみずあそびをしたりさかなつりをしたりいろいろなあそびをたいけんすることができる。 季節によってさまざまな表情を見せてくれるのも山の魅力の一つだそして今人気を集めているのが体験民泊。地元の漁師さんや農家の人の家に泊まっていろいろな体験をすることができる一緒に釣った魚を自分で料理したり野菜を収穫してその場で食べたり 普段はなかなかできない貴重な体験をすることができる南島原の人たちの温かさに触れより深くこの土地の魅力を感じることのできる体験だ私が住む南島原はたくさんの宝物で溢れている海空山人すべての魅力が一つになってこの 美しいいを作り上げているこの手紙を受け取ったあなたにも私が愛するこの町をぜひ見に来てほしい。